なかなか面白い考案があってですね、狂言成就の考案っていうの、狂言禅師という方がいらっしゃって、こんな風な考案を弟子に出されたんです。崖の上に木があって、その枝が崖に突き出していると。ある人がその枝を口でくわえてブラブラぶら下がっていると。そんなことないですけど、変な考案ですけどね。地面、地上におる人が何かその人に質問をすると。で、その質問にお坊さんなので、信者の人たちとか、悩んでる人が何か質問にやってきた時に答えてあげるのが、これが出家の本分なんですよね。でもこのまま口を離して答えてあげると死んじゃうでしょう。落ちて。でも、口でずっと枝を掴んだままだったら、そしたら、その人の出家としての本分に違反するでしょう。じゃあどうするのかっていうのが狂言さんの弟子たちに出された考案です。これ全然難しくなくて、思いっきりその人にこうですよって話してあげたらいいんです。話すっていうのは手放す、話すでもあるでしょう。だから何かその人に一言話すということは、命を一つそこで手放すということなんです。だから命を一つ手放すつもりで話してあげると、その話した言葉に言霊が宿るんですよ。その捨て身で語り動いたら、その言葉に命が宿りますよっていうね。で、そういうふうな練習もやっぱりやってください。で、僕もすごく人間嫌いのに何回も言ってるけど、嫌で嫌でしょうがない、人と会うのが。だから授業に行くなんかとんでもないんですよね。だから授業の前になったらこう、うじうじしだすんです。そして、ああ、もうすぐあと1分で授業やと思ったら、ついにもうそこで覚悟を決めるわけです。そして命を捨てるつもりで、廊下をバーッと戦場に向かうような気持ちで歩いていくわけです。だから勢いよく歩くなんてダメですよね。心の中でわーっと言いながら歩いてるんですよ。そして授業の場に行って、一言なんか、日直黒板消せとか言ったらもうそこで落ち着くんですよ。それからあとは捨て身の授業ができるんで、だからすごく生徒たちを授業に巻き込むことができるようになるんです。そういうふうに持ち前のものはこう気が弱くてうじうじしてるかもしれんけど、いざ思い切ってこう飛び出していくときは自分の身を捨てる、一つ身を捨てるようなつもりで行動していくと、その人の言葉とか動作には言霊が宿ります。で、そういうことはやっぱり大切なのでしておいてくださいね。そういうふうにして自分の身を捨てるつもりで言葉を発言する。そういうふうにすると、実はもう点を使うことも全くなくて、毎日毎日やってる、そういう相手に対する言葉遣い、そういう言葉で相手が自分に言霊の力を与えることができるようになります。おはようって言ったら、それで相手に、胸にちゃんとそれが届くようになり、そうして相手も、それで、あ、自分はこの先生に認められているっていうふうになるので、その生徒からはなんかすごくそういう行為が返ってきますよね。ありがとうございますって言ったら、今度はそれが世界に届いて、そして世界から善意が受けられるようになりますよね。そういうふうな言霊が働くようになります。そして手を振るっていうのも意外と、人に出会った時に手を振る。手を振ると相手と魂が結ばれるようになります。だから、そういうふうなことも、なんか大きなジェスチャーというのもやっぱりやってみた方がいいんじゃないかな。その方が言霊が宿るような気がする。それから拍手をする。そしたら相手に活力を届けることができます。合唱する。そしたら相手と一体化できます。こんなふうな日常生活の何気ない一言とか一動作で、それに言霊を宿らせることができるようになるので、とりあえずまず聖典をしっかり読んで、言霊の場を強くするということと、それから、私利私欲を捨てて、思い切って身を捨てて発言する、身を捨てて行動する、そういうことの訓練をやっぱりやっておく。そして日常生活の一言一言が、実はさりげない一言一言がものすごく大切で、そういうものを相手に投げかけることによって、
相手も言霊の力を受け、自分もそれに反射して自分のとこにもそれが返ってきますよ、ということで、そういう日常生活のさりげない一言っていうのを、あるいは一動作っていうのも大切にしてくださいっていう、そういうことで言霊力は養えますよ、というふうに言いたいと思います。じゃあここまでで一応話は終わっておきます。で、最後にいつもの例によって仲間の歌を歌って終わりですこういう歌を歌うというのも内容もあるけど、そういう歌に響きがありますよね。その響き次第で相手に何を送り届けるかっていうのは違うんで、そこは大切です。僕も歌は下手なんですけど、でもなんかおっとりしたいいものが届いてるでしょって、ちょっと自分で勝手に出ますけど、そういうものをこの響きの中から、線路が続くよという歌ですけど、一緒に歌ってくださいね。線路は続くよ、どこまでも、野を越え山越え谷越えて、遥かな町まで僕たちの楽しい旅の夢つないでる。線路は歌うよ、いつまでも列車の響きを追いかけて、リズムに合わせて僕たちも楽しい旅の夢歌おうよ。ランダランダラン、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 ランダランダラン。線路は続くよ、どこまでも、野を越え山越え谷越えて、遥かな町まで僕たちの楽しい旅の夢つないでる。はい、おしまいです。